愛知県側、宮の渡公園三重県側、七里の渡あと七里の、私は、東海道五十三次で知られる宮宿から、桑名宿までの回路で、かつての感動を。この私の宮宿側、または、桑名宿側の都線上のみを指して、七里の渡と呼ぶ、ことも多い。七里の渡の航路慶長6年、東海道に、天馬制が実施され、五十三次の宿駅の設置が、始まった。 厚田塾と桑名塾の間は、回路、7里の渡しで通行することになった、現画2年、東海道における唯一の会場路で、7里の渡しが始まった。7里の渡しは、満潮時に陸地沿い航路が約7里で、環潮時に置き回り航路が約10里であった。7里の渡しの名称は、移動距離が7里であったことに由来する、渡し船によって移動し、 所要時間は約4時間であった。桑名の私、厚田の私、宮の私、魔道の私などとも言った。天候の悪化などにより、海難事故がしばしば発生する東海道の難所の一つであった。会場を避ける、迂回路としては、脇王館の鞘街道があった。宮塾、桑名塾は、都線上として賑わい、旗子屋数で、それぞれ東海道における1位と2位の規模を誇った。 現在でも七里の私に関する意向を見ることができる。また、王子を忍んで、あつた、宮の私跡桑名、七里の私跡館を観光船で巡る、平成七里の私が、企画、開催されることがある。都線上跡が、宮の私公園として整備されている。都線上跡が七里の私として整備されている。1958年12月15日に、 三重県指定文化財に指定された。当地が伊勢国の東の玄関口として位置づけられることから伊勢国一の鳥居が設置されている。慶長6年に本田忠勝が町並みを整理した。桑名の港には川口五番所、制札を掲げた考察場、船着き場、船役所等があった。梶川、37ページ。梶川、37から38ページ。梶川。 三十八ページ、梶川三十八ページ、東海道宿村大会長、小玉光太皇帝、吉川博文館、近世交通資料集、九百七十年、二千九年十月十九日閲覧、三重県東京事務所、桑名市役所、十四ページ、a b c 三十県教育委員会、7里の私、ハット ABC 桑名市役所、二から三ページ、 文献ウェブサイト、ありがとうございます。